サバデル銀行は、スペインアリカンテに本社を置く銀行グループ。直営銀行の運営に加え、国内外にグループ銀行を所有する。マドリード証券取引所上場企業。1881年12月31日、スペインにおける産業革命の先駆的地域であったバルセロナ県、サバデーの事業家、財界人が中心となり設立された。 初期は金融業以外に、羊毛や石炭の生産も行っていたが、1907年に金融業に特化した。長らくサバデー地域のみで事業を行っていたが、1965年頃から他地域への進出を開始、1975年にマドリードに支店を開設、1978年に初の海外支店をイギリスロンドンに開設した。 1968年にスペインの金融機関で最初にコンピュータを導入。1988年にプライベートバンキングのサービスを開始した。2001年にマドリード証券取引所に上場。2007年5月アメリカ合衆国マイアミを本拠とするトランスアトランティックバンクを続いて2009年7月同じくマイアミを本拠とする。 メロンユナイテッドナショナルバンクを買収し、サーベセルユナイテッドバンクとしてリブランド化した。その後、2017年2月、サーベセルユナイテッドバンクのアベリアバンク、コーポレーションへの売却が発表された。2013年9月、ロイズバンキンググループのマイアミ拠点を買収、続いて2015年3月、同グループのスコットランドにおけるグループ会社の TSB 銀行を買収した。 2017年10月、カタルーニャ地域の正常不安定を理由に、サバデーからアリカンテへの本社移転を実施した。サバデル銀行のグループは、中国、シンガポールやラテンアメリカ地域にも拠点を有している。2016年時点で、国内拠点は2100、海外拠点は600前後となっている。ありがとうございます。